こんばんは、カータです。以前大掃除の動画を出したと思うんですけど、その時に放棄した押し入れと開かぬ間の掃除と片付けをやりました。掃除をし始めたらなぜかスイッチが入ってしまい、部屋の改装もしました。本日は2021年版ルームツアーをお届けしたいと思います。皆さんから見えてる限りではめちゃくちゃ変わってはないと思うんですけど、ところどころ変わったので、2020年に出したルームツアーの動画とはまた違う感じに部屋がなってるので、違う感じっつっても物が増えたみたいな感じじゃないけど皆さんにお届けできればと思います。まずいつも撮影してる部屋から、ご飯を食べてるとこと寝るとこと作業するところは変わっておりません。枕元にある上のあの棚が増えました。あれが何かと言いますとですね、機材と書類棚ですね。バッテリーとか機材類をね、ここに置いております。前のカメラですね、パソコン。この箱2つは配線のこまごましたやつとか筆記用具とかが入ってます。この上の段が大事な書類とかノートとかですね。ここら辺は最近買ってまだ飾る場所が決まってないものたちですね。これはですね、最近買った「ラブライブサンシャイン」1期のですね、名場面をね、クリアファイルギュッと集めたコンプリートボックスですね。超エモい。これはリキャコのポスターですね。これはこの間赤の5周年展示会に行った時に買った原画集ですね。これは視聴者の方からいただいた千葉県の加湿できるやつらしいです。可愛いから置いてます。冒頭に話したね、押し入れの中がどうなってるか皆さんにお見せしますね。こんな感じになっております。上1段を全部この吊るせるやつにしました。こっち側はアウターで、横にね手袋とかスヌードとかマフラーをかけております。ここに帽子を置いております。なんだかんだね、キャップは結構多いかもしれん。あとはね、ニット帽となんだっけ、ハット？ハットっていうの結構ね、僕服すごい多いんですよね。いただき物の服も多くて、皆さんから結構服をいただきまして、ありがとうございます。アウターが結構多いかも、僕は。で、カバンをね、ここにこの辺で吊るしております。ズボンはこんな感じで吊るして収納してます。服の下にね、カゴがあって、この中にカバンとかを入れております。こっちの下はですね、靴下が入っております。よく履く靴下をここに入れております。最近はでも結構黒っぽいのが多いかな。こんな感じです。靴下はまだまだあります。その隣がですね、ヒートテックですね。今寒いからね、下のカゴ収納が案外便利です。時計を並べるとこですね。この時計はね、時間が止まっております。最近は G-SHOCK か Apple Watch ですね。これはユダヤさんからいただいたブルガリの時計です。最近こういう時計をつけるような集まりっていうのもね、減ってしまったので、つけていく場所がなく活躍する機会を待っております。これはちょっと作ってみたんやけど、まだまだ改善の余地がある場所ですね。下の段はこんな感じ。箱がね、本当は上にあったんですけど、それを下に持ってきたっていう感じです。奥はだいたいアニメグッズとかが入っております。ここは自分のグッズとか YouTube の服とかで、この下の段はグッズの T シャツが多いかな。ラブライブとかエヴァとか。ここはセーターとかパーカーとか。上はロン T と T シャツって感じですね。結構片付いたでしょ。前の動画をね、見てくれてる人は分かると思うけど、僕的には使いやすくスッキリしたなと思っております。服も結構断捨離したのでスッキリしたなと思ってますけど、でも服多い方よね、僕ね。自分ではあんま意識してなかったんですけど、僕結構服好きみたいですね僕のお気に入りスペース、パキちゃんとエヴァゾーンです。かっこいいですね。いやー、パキちゃんも大きくなりましたね。で、その横がテレビで、砂時計はぽよにもらったんですけど、1時間砂時計らしいです。で、横が照明器具を置いてるんですけど、その上をリニューアルしました。こんな感じです。好きなものをたくさん飾ったんですよ。いただいたものとかも結構多いです。ここはね、ちょくちょく変えてて、好きなものと旬なものを掛け合わせたものを飾ってます。これとかもらったイラスト、こういうのとかもね、アクアのみんな、ラブライブメンバー全員とユダヤさんからもらった炭治郎の見学生、いい書、好きなものに囲まれるっていうのはね、最高っすよ。よくね、お宅の方が作ってらっしゃる祭壇とまではいかないんですけど、僕の中の祭壇です。テンションが上がる場所、いい書、これ自分で言うのもあれやけど。キッチンの周辺もちょっと変わったので、相変わらずキッチンとしては利用してないんですけど、いただいた炭酸水メーカーを設置しました。財布とかカードケース、ハンカチをここに置いて、エアポッツとか指輪とかここに置いてます。今回改装したのがマスクとかメガネとか領収書を入れるところとかをかけれるようにしました。お気に入りポイント、かなたっていう指文字のバッジと馬券がいるところです。実は風呂場もね、改装したんですよ、ちょっとだけ。お、すごい音だった。なんで電車外れちゃった。風呂場は狭いからあれなんやけど、さっきちょっとシャワー浴びたからちょっと濡れてる、最悪。こんな感じです。この棚をね、作りました。一番上、2段目。これちょっとすごくないですか。これいただいたんですよね。僕がアクア好きだから、アクアと掘っていただいたやつをいただきました。僕の好きなものをみんな熟知しすぎてて、すごい。しかもおしゃれ、これかわいい。一番下は化粧水とかですね。タオルをここに今引っ掛けております。これはね、100均で買ったやつを力ずくで折り曲げて、こういう形にしてタオルを引っ掛ける場所にしております。前回の動画で一番汚かった開かずの間の中を皆さんにお見せしたいと思いますよ。ここは頑張った、本当に。いきます。こんな感じになりました。結構片付いたくないですか。前に比べたら綺麗とは言い難いかもしれないけど、片付いたよ、褒めてほしい、本当に。僕そんなに片付け得意じゃないから、あのぐちゃぐちゃの状態からここまで整理できたことを僕は褒めてほしいいやー、本当にね、これができた時はね、早くみんなに見せてと思ったもんねあともう一つ追加したのが、動画では結構出てるんやけど、筋トレ台ですね。この部屋のど真ん中を占領している筋トレ台ですね。ここにあるとね、絶対目につくし、あー筋トレしなきゃーってなるので、ここに置きました。以上、僕の2021年ルームツアーでございました。結構2020年バージョンと比べたら変わったんじゃないかなと思ってます。物増えましたよね、本当に。ありがたいことにですね、結構いただき物が多いです。初め段ボールをゴミ箱にしてたような時期から考えたら生活しやすい家になってきたなと思っております。万人が住みやすい家かと言われるとそうではないと思う。ユニットバスやし、コンロないし、自分の祭壇作るんやったらちょっとコンロ置いた方がいいんちゃうかっていうね、意見もあるんじゃないかなと思うんですけど、好きですよこの家お家さんも優しいしね、無事を使っていいよって言ってくれる人なかなかいないと思うんだよねでは皆さん、良いお正月が過ごせたでしょうか。僕もなんだかんだいいお正月を過ごすことができました。ありがとうございます。また皆さん、次の動画でお会いしましょう。